加圧手押し式草刈り機を使ってみました。今回作業効率を上げるため、小林産業のプラッターというのに交換しました。ノブを緩めてハンドルの高さや車輪の高さを調整することができます。エンジンスイッチをスライドさせ、スロットルレバーを低速位置に合わせ、プライミングポンプを押し、始動グリップを引いてエンジンを始動します。スムーズに方向転換できます。肩掛けタイプより疲れない草刈り機を探していましたが、今のところ満足して使っています。ただし、地面がデコボコや坂が多い場所では肩掛けの方が良いと感じました。